長谷川さん、何ですか明けましておめでとうございます。おめでとうございます。元旦です。私はよろしくお願いします。マニアックスのお正月のなんかおすすめを、これはやばいよってのがあれば。うそ、これ大丈夫ですか。これはアマゾンペイじゃないですか。これ大丈夫ですか。大丈夫です。これ大丈夫なんですか。あとこれ、まあ、色もね、人気色。うわー、ブラックヘッド。あとはね、はい、明日は明日でまた出すんで、そうです、毎日なんか違うものを出していきますけど、はい、明日は明日で多少数はそんなに量はないけど、はい、出していきますよ。5日まで一応ね、やっぱり大きくは4日までかな。4日まで、4日までぐらい。じゃあ別に元旦にこだわらなくても明日は明日用の、今日は出ないものも少しなからず出ます。はい、あとはまあ長谷川さん、今年じゃんけんしてないんですか。してますよ。あ、してます、してます。こういうのが入っててね、こういうの見せとかないとなと思ってさっきつけたんですけど、ね、でもね、はい、こう結局なんかみんな見るから、あとこういうのも入ってるわけですよ。え、これ、こういうのも入ってるわけですよ。え、1万5000円でバンディットとダヴィンチのでっかいのと、こういうのも入ってるわけ。え、これやばいじゃないか。こういうのもちょっとずつでは増やしていってはいますけど、数に限界があるので、はい、すいません。すいません、今日釣り具屋さん3軒目なんですけど、一番すごい福袋を見て。今日そうですか。すいません、ここやばいですね。やばいです。本当ですか。はい、ありがとうございます、はい、朝もっとやばかったんですよ。いやー、だってこれ夕方のこの時間に来て、あとね、1日限定1個っていうのはトリプルセット、3つ入ってるんですけど、はい、1日1個しか使えなかったんですよ、はい、1日1個しか。じゃあ2日は2日であって、3日は3日で、明日と明後日と1個ずつ出ます。それは今日のブログで出すんで、ね、はい、間に合う方は、はい、田中さんの編集次第ですけど、間に合う方は。わかりました、わかりました。だってこれおかしいでしょ。おかしい、ね、チャートが入ってるんですか。この3つで、大概この3つか、まあこの、まあ、まあまあそうですね、まあ、とりあえずあの今年話題のやつね、全部今年話題のやつですよ。話題のやつ。1個も捨てるわがない感じの作りになってる。そうそう、とりあえず朝から入れて、まあ補充もしてるんで、はい、なんとか形がありますけど、ほったらかしたらもうスカスカでした。はい、はい、元旦だけガラポンがあるんですよね。そう、今日だけガラポン。あ、今日だけなんですよね。ちょっとあれ遊びに行こうよかなと思って。ちょっとやった方がいいですよ。もうね、いいですかね、朝ね、4人目で、ね、いきなり金賞ですから。いきなり3位いっちゃったんですよ。ここかなり高確率です、ね。はい、うん、1回1000円。1回生だから、すいません、10回っていう人もいました。まあでも今日だけですからね。基本はもう明日以降っていうか、そうそう、明日以降ですね。2日からはもうここら辺のスーパーマニアックス、うん、これとかね、よくよく考えていただきたいんですけど、はい、これでも読んでもらうと分かるんだけど、2本で1枚ってどういうことでしょう。これだってこれ1個8000円ぐらいするんですよ。1本で9000円ぐらいするんですよね。9000円ぐらいしますよね。24枚、これだって6000円ぐらいするわけですよ。ってことは1本ただってことです。1本ただ、ただ、これはいろいろなあれですけど、最近また釣り始めてるんで、こいつでちょっと話題性ということで、トップ終わってから本当ダヴィンチ一色になってきてますよ、ね、そうなんですよ。またね、これが釣り始めてるんで、はい、またこれでやってほしいですね。入り口のところ 30% オフの単品のやつ、それもまあそれに合わせてこうちっちゃい情報をかき集め、はい、今釣れてるということで、はい、やらせてもらってます。お忙しいところありがとうございます。田中さんもお忙しいですね。いやいやいや、今日ウルトラマンダッシュやるんで、飲みすぎだろ、見てください。飲みすぎ、飲んでないです。マニアックスの福袋に限らず、何かこれは今だけだよみたいな。まあ恒例のこれだけどね、お正月しかやらないんだよ。まあ、こういうふうにいろいろついてますけどね。はい、これは正月4日まで。そう、これレジ持ってるじゃないですか。はい、お客さんとじゃんけんするんですよ。はい、お客さん勝てば 10% 足しますからね。だから 30% なんです。これは恒例の、恒例のですけど、でもこれもお正月だけなんで、1年間のうちでここしかやらないんで。しかも結構いいロットが残ってるんですよね。いや、もう全然ジークラさんがあったり、はい、MS さんがあったり、はい、これとかも、これブラックカラーですよ。これブラックカラー 76XH で、これの場合勝てば 20% オフになる。そういうことです、そういうことです。立派じゃないですかね。負けたら 10% 引きますけどね。でも、長谷川さんは
基本的にはあんまりジャンケン強くないんで、あんまりジャンケン強くないです、ね、基本的に、はい、これが楽しみでちょっと見に来たってのもあるんで、まあ、リールもいいのもあるんで、中古系リールもジャンケンできるんですか？もちろん 全中古、はい、サワリーに関してやらせてもらうので、まあ、こういうのも立ち寄の自分でやる人とかね、タイラバやる人とか50%でやるんだけど、勝てばまた60になると。半端ですね。そういうの結構あるんです。まあこういうのとかね、これも34,800円ですけど、30ですけど 40% オフ、うん、お客さん勝てばですね、 40% オフ。風間さんじゃんけん弱いですね基本的に弱いです基本的に弱いですありがとうございます、うん、やっぱここら辺が一番キモいなって、ね、田中さん次のビッグシューターとかさ、はい、あるんですよ。あれなんだみたいなね、あ、ビーストがあったりね、あるんですよ。うわービーストがね、結構今朝からこう抜けてるのは結構皆さん買っててくれてるんですけど、まあこういうのとかね、好きな人はね、はい、あれこれハンドル変えられて、そう、スタコンさんに、あ、いいっすね、この組み合わせでも 27,800円なんで、で、じゃんけんに全然だったら20でしょ。糸巻き量豊富で、はい、5号巻くことも問題ないし、はい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 、で田中さんが今作ってるサワリのベストな感じあれ具合いいです、具合いいですよね、はい、でこれがじゃんけんで 20% オフになる、 30% オフになるかもしれない。そういうことです。こういうのはあるよ。で長谷川さんじゃんけんに、まあ、基本的に弱いです、ね、はい基本的にもう疲れ切ってるで弱いって言うんですジャンケンの前、長谷川さんがいたんで、勝ったことがないです、ね、お店をちょっと紹介してもらう、今向かってとりあえずちょっとやってください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあガラポンやろう。元旦限定、元旦限定、今日だけなんです、今日です、ここにあるのは今日だけです、はい、マニアックスで元旦限定のガラガラがあったんで、ここで1万円また投入したいと思います。サワもまだ2本残ってます、はい、ラストワンショーも残ってます、はい、じゃあ1万円分やってみたいと思います。ありがとうございます。1回1000円、10回回してください。じゃあラッキーガールさんに回してもらおう。ゆっくり回してください。1回目、まだあと9回ありますよ。あと9回、1回目出るか、うわやべ、あと8回、あ1回逆に回してちょっと中身かき混ぜてもいいかもしれない1回逆に回してからもう一回回してください。もうちょっともう一回回して。4回目、あと6回。当たり出るか。あと5回。まだ半分、やべえな、あと4回、やばいあと3回おお、バスターク、バスターク、あと2回です。あと2回だって。あと1回、泣きの1回お、野良ネズミセット、あ、頑張った全然ダブっても大丈夫。え、これ、このラッキークラフトの8個、
ベビシャベベビシャベビシャ。あとこれ123で、もうこれって他ないんですか？あります、あります。6種類。6種類あるんですね。2種類食べる。じゃあ、はい、どうしよう。これどうしようかな。あ、いいな。これじゃあ、これ。そうですね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。バッチリ。これにします。